でもこの中で言うと一番この左端、何あの人、真夏でノースリーブなんですけど。21日目、サボり大作戦。あー、あるよね、朝学校行く前とかに体温計で測ってでも大体熱ないんよ、そういう時。なんとかしてね、体温計の数値上げようとするけど、でもこれストーブにやったらとんでもないことになるけん、病院に連れて行かれる可能性がね。あ、風邪ひこうとしてるね実際に体調崩そうとする感じ。でも本当に実際に体調崩したらさ、ずり休みの意味ないよね。だって本当に寝込むことになるけん全然学校は休めるけど、休みは楽しめんよね。ずり休みっていうのはあれやん、実際は元気やけど休んで家で遊ぶっていう。だけど本当に体調悪くしたら意味ないんよね。まあ、ずり休みとかしたことないけど、私学校大好き人間やったけん。てかなんで開け放していくかなと確実に寒いやん、ストーブつけとんのに。え、これはカイロで温める、それぐらいやったらまあいけるかな。ストーブやったらね、とんでもないことになるかもやけど。おお、いい感じにいい感じに、いい感じに、めっちゃゲームしてる。おいおい、いや、さすがにさ、別にあれじゃない、布団から出る必要はないんじゃない。まあ、伸び伸びしたいかもしれんけど、布団の中でうつ伏せんなろ。22日目、ドリンクバー。何、オレンジジュースが欲しいって。あ、故障中じゃないか故障中だよ。勝手に剥がしたところで故障中なのは変わらんよね。これ何、サラダバーかな。ここに何かつけんといかんってことなんかな。え、なんだ、剥がしたところで故障はしとるよね。何か必要なんじゃない。お店の人を呼んでみたけど、なんだろうか、何か変わる。特に何もないぞ。オレンジジュース、他に何もだな、出ないんでしょそれ。うう、なるほど、そういう感じで機械が壊れとんよね。なんだ、どうすればいいんだ。故障中、コーヒー入れていってもよね、違うんだな、コーヒー。あ、これコップ2つあるわけじゃなくってなんよね。え、別に、あ、鍵があった、なるほど、これで変えれるってこと。ここに足したらとんでもないことにで、分かった分かった、店員さんは呼ぶ必要があるんやね。ふんふんふん。とで、はい、オレンジジュースが飲みたい。でもこれドリンクバーって言ってもコーヒーとオレンジジュースしかないやん。そんなドリンクバーある。はい、店員さん呼んで、さあその腰の鍵を、でここに
で、何？これどうするん？あ、なるほどね。氷が詰まっとる剣ってこと？すげえ。少年が直したよ。機械直しちゃったよ。素晴らしいやん。はい、これで。ふう、いいお兄ちゃんだね。勝手に触っちゃいかんけどさ、機械。イエーイ、これで5万円つやね、妹ちゃんも。23日目、雪だるま。雪だるまとか人生で一回も作ったことないわ。お、どんぐり。ここなんか埋もれてそうやけど、なんもないんか。どんぐり。どんぐりで目作るとこかなって思ったけど、あー、溶けるー。そっちを開けちゃいかんね。あー、溶けたー。目が。じゃあこっちは？めっちゃぬくぬくした場所でゲームしよるやん。開け放っといたろ。超嫌な感じ。あ、これは？つらら。なに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 ？はぁ。ねえ、なんか坊ちゃんの頭の上でリス休んでない？いつの間にかわからんけど。え、いつの間に？これ開けて、リス追い出した。あ、やってきた。なるほど、そういう。で、このつらら取っちゃいかんのよね。これで、口ができた。おう、ボタン。じいちゃんのボタン、むしり取ったけど。じゃ、こっちも？あ、こっちは取れないの？お、マフラー。お、あと一個。あと一個ボタンがいるんですけど。どこかにないか。あと、あれは？バケツとかはないんかな？ここは大丈夫じゃない？あー、開いた。あ、そこまで開くんか。なるほど、なるほど。はい、最後ヒント3。雪の下に野菜を置き忘れてた。お？じゃあやっぱりあそこの雪のけれるんやない？ねえ、ここの部分さ、どういうこと？あ、え？ここ？え？なんか大根と人参出てきたんですけど。人参で、花？ってことか？ちょっと待って。よし。とりあえず、それはわからんわ。それは全くわからんわ。おじいちゃんから借りてるのは服ではないしな。マフラーとボタン。そして、人参じゃない？ほらー。帽子は帽子。あ、手袋自分のやってあげたいんやね。帽子も被らせてあげなよ。24日目、夜のトイレ。もう始まってるの？いや、まだか。なんか普通に幽霊うろちょろしてるんですけど。え？消えたよ、幽霊。でもひたすら明るくして息をったら、これでいける？なるほど、ちょっとずつな感じね。鍵をゲット。あ、で、ここを閉めとく？そこが何の部屋か知らんけど。これ、とりあえずね、そこから何かが出てくることはないよね。怖い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 。って妹ちゃんやったらどうする？違う意味で怖いけど。メガネ。メガネ。お目目キラキラー。あ、なるほどね。そういうこと？さっき電気でやられたけん、明るくても大丈夫なようにサングラスかけたってこと？幽霊。かわいい。これでトイレ行けるね。
すごい緊張感やね、トイレ行くのに。え、ママさんってメガネかけとったっけ？なんで目あんな感じになったん？はい、25日目、サンタはどれ？普通に何、一般的なでっぷりしたおじさんサンタってこと？閉まってる。お、開いたぞ。試着室。ん？ここが開く意味は何かあるんだろう。お、流れ星。でもこの中で言うと一番この左端？何あの人、真夏でノースリーブなんですけど。お、トナカイ来た。おー、なるほど。あ、さっきの流れ星がってこと？あれがなんかシューンってサンタさんが来たってこと？おお、何？今サンタの服買ったの？なんかえらくワイルドやったんよね、サンタさん。26日目、苦手な算数。4たす5は9です。なんか5が落ちとるよ、ここに。え、何？拾えない。ここは何もない。お、電卓。まさかの電卓使う？これ何？お、スイッチっぽいもの。他に、直接9をゲットするわけではないんかな。お、いちご。何の関係があるんだい？とりあえず、いちごをミキサーに入れてみるか。いちごジュースができたけど。はい、ジュースを飲み。あ、これ、はあ、大変なことに大変なことに。それで5が取れるようになったんかと思った。違うのね。え、なんだ。この辺のが取れる意味は何かあるんだろうかね、この辺の。全く意味がないとしたら何しにって感じなんやけど。電卓使います？それでいいの？でも悪いこと、そんな怒るほど悪いことでもないような気はするけど答えを知った上でなんかね、やり方を覚えればいいんじゃないかな。まあ、4たす5でやり方って言ってもちょっと逆にどう砕いて言えばいいかわからんけど。電卓で遊ぶ？遊んでくれん。ゲームでも遊んでくれん。なんだ？やっぱここに9がいるんじゃないの ?9 が。なんか、ん？ここに3があるぞ。なんか3があったぞ。この辺とかは？ないな。この辺は？音が消えただけだ。やっぱこんな感じでなんか数字があるんじゃないか、どこかに。でもそれ以外ないんよね。ねえ、他にないよね。あ、いちごをそのまま食べるやったらいけるんじゃない？おお、いっぱい落ちてるよ。5と1もあったんか。いちご食べたけんかな。え、でこれでどうするんだ？4たす5は5じゃねえよ。違う。ん？そりゃそうだよね。そりゃそうだな。
9っていう数字がないんよね。それはどうするよ。ここに3があると、んで5と1、この何 4+5 分解すればなるけど、あ、なんかミキサーで合わせる、ミキサーに全部入れてで混ぜるんじゃない、したら合わさって9に。はい、4+5は9。なるほど、そういう。ちゃんとミキサーも役に立つんだね。おー、花丸素晴らしい。27日目、トレジャーハント。お宝をゲットすればいいんかな。あー、罠だ。鍵を見つけんといかんのかな。なんかここなんかハマりそうじゃない。しかし、お、なんか一瞬火、お、これを目にはめる。おー、怪しい光が。え、これはどっちの鍵だ。え、これただの運試しじゃないよね絶対。この辺は引っ張れない。なんか丸のマークとウサギのマーク、ウサギのマークじゃない？なんかね、扉の上にもウサギのマークついとるけん。じゃこれで行こうよ。え、なに？え？え？罠が作動した。じゃあ逆？逆か？うんうん。じゃあこれはめて、明日から出てくる。あのウサギのマークは、あのウサギの門番が襲いかかってくるっていうマーク？じゃあこ、何が起こった何が起こった今度は。その丸は岩が転がってくるっていうマーク？おいー。でも目はめるとこまではきっと合っとるよね。この棺桶さ、絶対なんか出てくると思っとんやけど、これは罠ではないのか？この中に入って身を守る。ってこと？これでいいの。なるほど。で、あのなんか、こっちの、あ、あれ？え、でどうすんのこれ。え、なんかこれ外れた？あ、これが本物の鍵。なるほど。で、これで開けて、中のお宝がゲットできると。おー、神々しい光。きっと宝の山が。あー、すごい！金銀財宝。素晴らしいね。28日目、ロング滑り台。あ、こういうの好き。あの、ローラー滑り台やろ？幼稚園にあった。なんか幼稚園でさ、あの、2階建てやったんやけど、2階から1階まで、なんか、ローラー滑り台で降りれるようになっとった。楽しいよね。この蜘蛛の巣絶対なんか嫌なことが起こりそうな気がするんやけど。そんなことない？サビ直しかなんか？と、ペンキ。あ、そこ、サビ取りか。ここサビ取るよ。絶対回転せずに、詰まってポーンって飛ぶやつやんね。あ、枝。あ、これで、蜘蛛の巣を取る。これでもう障害物何もなくなった？この段ボール何にいるんやろ。お尻の下に敷くってことかな。より一層滑ることない。危険じゃね？大丈夫？いけい！思ったよりゆっくりやった。おー！そんなロングかな？そうでもない気がするけど、まあ楽しいなら何より。29日目、七夕ラブ。ハートが埋もれとるよ。
なんかめっちゃハートが出てくるんだけど。あの逆さまのハートは関係ないんかな。お、桃？なんだ、桃太郎が邪魔だ。二人の間に出てくるんじゃねえよ。あ、そういう、おい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 、年に一度の大瀬が。なんてことだよ。じゃああれは無視すればいいんかな。とりあえずこの埋もれてるハートとこっちのハート、え、朝になったんだけど。あ、終了。ダメじゃねえか。ちょ、待って待って待って、時間を変えてはいけない。夜の間しかね、無理やけん。え、じゃあ、は、え、なんだ、どうすればいいんだ？ハート。持てないのか？ハート。え、他にもなんかある？ハート。ん？なくない？あ、これ？で全部かな。お、お、なんで落とすの。それはどう防げばよかったの。おい、ちゃんとしろよ。ちゃんとしろよ、彦星。え、じゃあ、てか織姫はなんで持たないの。なんで避けた。なんで避けた。それは気持ち悪かった。ジュっていうのは。なんだろう、どうすればいいんだ。とりあえずここに3つあることは分かった。他にもあるってことなんかな。メニューにも別にない。ラブがひらがなであることにもなんか意味はないか。あ、こんなところに、もうなんか花束できた。なんかハートの花束できて可愛い。これでオッケーってこと？さっきバラバラやったけん風で飛んでいってしまったけど、花束やったら大丈夫ってこと？可愛い。30日目家族写真。泣いてるよ妹ちゃん。あ、うさちゃん人形があればいいんじゃない。ほら、泣き止んだ。ちょっとうさちゃん人形が怖いけど、とても。え、ハト、ハトとテントウムシをのけて、これで OK なんかな。あ、ねえ、なんかおじ、入れ歯が飛んだよ。そう、おじいちゃんの足の下になんかあるなって思ったんやけど、入れ歯固定するやつかな。あの、なんやっけ、ポリグリップみたいな。タフデント、どっちが何かちょっとよくわからんけど。ティッシュ、はい、うさちゃん。え、ティッシュ、ティッシュでなんか効果ある。あ、鼻を噛む。うんうんうん。え、ねえ、おじいちゃんの入れ歯対策はどうやってすればいいんだ。他にもう何もないんだけど。口を閉じる、そういうこと。これで OK。 さっき口開いとったけんってこと。でもね、写真撮る瞬間にくしゃみが出そうになったりとかしたら結局飛ぶけどね。イエーイ、クリア。お、次のステージがないってことは、あ、これで全部ってことか。なるほど。またあれや。ふわっと終わる系のやつや。
なるほど、30日、1ヶ月で終了ってことか。まあ、1ヶ月どころじゃない、いろんなイベントがあったけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この坊ちゃんのキャラクターのシリーズとかもないんかな。この一回こっきりかな。キャラクターめっちゃ可愛いんやけどね、みんな可愛くない？妹ちゃんも、ね、他にもやりたいよね。